っちゃ白飛びしてるな。なんだ。こんばんは。こんばんは。あ、6日のリクアワを待ってます。なんか私さ、5日がさリクアワでさ、ん違うか、ん違うか、いいのか、そう、6、5がリクアワで、6に新チームと現チーム、ラストチームやると思ってたのよ。そしたら1日目にラストチーム、今のチームラストコンで、2日目にリクアワと新チームやるんだなっていうのを今日、あ、そうだって思った、そうだったと思って、編集録売り切れてた。そう、あのさ、あの私の坊ちゃん劇場のジョンマイラブの千秋楽の日が出たんですよ。あ、夏目さん、くまちゃんタワーありがとうございます。何それ、かわいい、なんだ、何くまちゃん。そう、千秋楽が出たんですよ、ジョンマイラブの。そう、愛媛の出たんですよ。で、3月14日、ホワイトデーなんですけど、そう、売り切れてるんだ。まあ、売り切れ、そんなことある。まあ、でも千秋楽がなくても千秋楽じゃない日がまだあるので、ぜひぜひ、まだ2月もね始まってないので2月もあるし、3月も14日以外あるので、ぜひぜひ他の日程もね来てください。千秋楽も行くっていう方も、千秋楽以外もそう来てくれるといいな。そう、3月14日、そう、3月14日、そうだね、私3月14日なんですよ、千秋楽が。そう、でも2月ねできるのか分かんないけど、そう、日をまたいた時点で満席だった。じゃ逆にあれなのかな、学校とかなのかな、なんかその学校のその見学、貸切公演、そうそうそう、貸切公演だと満員だから、そう、多分それなのかもしれないね、貸切公演かもしれない。うん、千秋楽貸切公演か。まあでも全然ある、ある、それはある。多分そうだと思う。だから実質お客様が来てくれる、みんなが来れる千秋楽は3月13日かな、多分、わかんないけど、それが貸し切りなのかどうなのか、明日電話で確認してみる。お、お願いします私が聞けよって話だけど、いや、そうで、みんなもさ、そうそう、聞いてみて、電話して。うん、2月19、20は約束した通りジョンマイラブ行くわね。おお、イエーイ、約束通り、イエーイ、待ってます。2月は17から23だった気がする。そう、17から23なので、 そこにもみんな来てください。
あ、スイカさんもクマさんタワーありがとうございます。ありがとう。あ、なんか、ん？何？これは何クマさんなの？日本っぽい。21日初めてジョマラブ行く。あ、そうなんだ。ありがとうございます。あ、ミルちゃん、あ、ミルちゃん待ってます。こんばんは。コンサートはどれが一番おすすめですか？いや、そんなん全部おすすめですよ。全部おすすめ。こんばんは、こんばんは。それな、それな。あやちゃんしか勝たん。おっしゃ。お、ヒゲダンさん、お、タワーありがとうございます。タワー、タワーありがとう。17から24、あ、そう、24まで、みんな24まであるので24まで来てください。17から24まで全部、全部来てください。コンサートは全部配信される。あ、そうなんだ。へえ、よかったね。じゃあ見れるね、みんな来れない方も。こんばんは、こんばんは、みんなこんばんは。それのワッペンみたいなの可愛い。どっち？あ、これか。そう、可愛いよね。さくらんぼ。キルシーだよ。さくらんぼ、さくらんぼ。すっぴん、そう、すっぴん。さくらんぼ食べたことある？え、さくらんぼ食べたことありますよ。さくらんぼ食べてよ、食べてますよ。土日は頑張ろう。そう、あ、5、6コンサートもあるんですけど、7日の雫公演出るので、はい、みんな劇場も来てみてね。ね、久々雫公演、覚えてるかな。2ヶ月半ぶりぐらい、わかんない。しずくも出る。そう、しずく、しずく来てください。こんばんは。お、えい。そう、じゃあみんな2月7日は劇場も、劇場も来てください。お願いします。生誕祭以来、そう、生誕祭以来なんですよ、しずくは。うん、こんばんは。
そう、2月初配信、あ、そう、2月初配信、そう、久々のフルーツスノー、そう、楽しみ、楽しみだね、どうしよう、うん、分かる分かる、バナナに9、バナナに9位、チェリー、パパイヤにマスカット、うん、オッケーオッケー、アニちゃんはクレッシェンドやったことある？え、ありますよ、知らないんですか？私がクレッシェンドやってた時を知らないんですか？お前知らないか。だってあのチーム B、 あのまゆさんがいた時のチーム B に恋愛ん、ただいま恋愛中公演の助っ人で入ってた時に、だからもう兼任とかしてない、もう4年ぐらい前かな、にそのただいま恋愛中公演の、そう、エイトが助っ人でね、いっぱいチームに呼ばれてたのよ。そう、その時にクレッシェンドやってたユニット。だから私あの雫の公演でやったことないユニットなんだろう。いや待ってね、フルーツスノーでしょ、マリア、なんだっけ、彼女、クレッシェンド、君は僕の風か、そんな時期あったね。そうあったんですよね、懐かしいですね。なんかね、私雫公園のユニット全部やったことあるのよ。うん、彼女もあの青木さん公園でやってたし、そのマリアもね、なんかツアーで2回ぐらいやったことある。そう、懐かしいですね。いやー、懐かぴ懐かぴ、彼女が見たいね。確かに彼女ね、あ、ちょっと7日だけ交換してもらえないかね。青木公園また見たいなね。青木さん公園、え、あれはもう何年前、あれも結構3年前ぐらいだよね多分。シュワシュワも見たい。確かにシュワシュワね、やってないからね最近。懐かしいね、うん懐かしいね、久々にやりたいですけどね。彼女のコスチューム、あやちゃんに、ね、コスチューム、コスチュームっていうの、衣装、衣装、コスチュームって言うとなんか違う、衣装だね、衣装。こんばんは、こんばんは。彼女なぎちゃんいないけど誰があるの？そうね、なぎちゃんと同じポジションの子かな。キャンディーが見たい。キャンディーね、そう、キャンディーもそうだね、確かにキャンディー
キャンディやったことある実は1回だけ。ん ?2 回そう思うとなんか意外と やってるなって思う。意外とやってますね。こんばんは、こんばんは。ちゃんの初めてのジェリービーンズとかみたい。え、やったことあるよ私。お、知らないんだな。そう、初めてのジェリービーンズやったことあるよすごい遠い昔。もういつだったかな、すごい1、2年目ぐらいかな多分。うんでもみんな知らないと思う。うん、だって1、2年目とかだった気がするもん。うん、和歌山公演、和歌山公演って2回目とか。2回目の私の中の2回目のツアーとかかな。分からん。見た記憶もある。あ、ある、すごい。アイムシュア、アイムシュアもやったことある。さあどこでやったでしょう。15周年でやる予定だったあやねちゃんのソロのスカヒラが見たい。あそう、懐かしい。どこ行ったんだろうあれね。そう、本当にちょっと複雑な気持ちだったよ。うん、こんばんは、こんばんは。甘い子関節、甘い子関節は大西がやってたね。ハマちゃんと、そうハマちゃんとやってた。7日の公演の抽選申し込んだ。お、ありがとうございます。当たるといいね。当たれ当たれ。アイムシア見た時びっくりした。えー、そうだよね。いや本当にびっくりしたよ。私たちが一番びっくりしたなんかハマと2人でも本当に爆笑して。そう、え、あやねちゃんとハマでアイムシアみたいな、すごいめっちゃ言ってた。そうでもねうん、面白かった。絶対ネタ枠でしょって思って、そうやりましたけど、めっちゃ緊張した。うん、ね、でもやってみたいね。今になって2、3年前か。だから今やってみたいかも逆に。5周年記念公演。あー、5周年記念公演。あ、5周年なんだあれ。あ、そっか、5周年か。あ、ほんとだ、すごっ。5周年か、やばいね。そうだね、そう公演でやったの、記念公演で。
ゃちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃんちゃこんばんは、こんばんは。そう、そこそこ懐かしい。そうそうなんだよね。あのリクアワはね、リクアワ私結構ちょっと意外な曲をやるので、曲に出るので、リクアワちょっとね、お楽しみに。ちょっと苦戦しておるなんかわかんないけど、そうなんか、うん、や意外でもないのかな、わかんないけど、うん、でも好きな曲めっちゃ好き、てかみんな好きだと思う、メンバーとか。いきなりだけどパルルと喋ったことある？あ、ありますね。喋ったっていうかほぼないけど、ないこともないって感じなんやろうな、なんやろう今さんま御殿出てるの、あ、そうなんだ。でもパルルさんめっちゃ可愛くて好きです。いや本当に可愛くて、うん、一番好きぐらい好き、顔チーム埼玉の復活チーム埼玉ね、あの時いたチーム埼玉は今どれぐらいいるんでしょう。え、どんくらいだろう。ゆかるんさん、私、あ、でもあやなんさんもいる。あれ、あと誰かいたっけ。あ、さあ、みよさん、みよさん、あ、いずりなさん、あ、いずりなさん、あ、そうだ、なんかもうすごいめっちゃ昔の記憶。何まんじゅう、あ、十万石まんじゅうですね。パルルが出てる一夫多妻はどう思いますか。え、あ、一夫多妻なんだ。え、わかんないけど、パルルさんが可愛いんだろうなって思う当たり前に可愛いんだろうなと思う、うん、なんかオフショットとかパルルさんのインスタとか載ってるけど、そう、あ、いつも可愛いなと思って見てます
ちゃん髪色落ち着いてる。そう、一周回ってね、もう、うん、落ち着いてます。もらってるぬいぐるみとかってどうしてるの？ぬいぐるみちゃんは棚の上かベッドの上か部屋のいろんなとこに置いてあります。エリちゃんに髪負けてるね。あ、明るさですか。でもいいの、エリちゃんは初ブリーチだから今を楽しんでください。私も病院行きたいな。行けるかな、コンサートまでに行けるといいなって感じ。よいしょ。今何時？美容院で3月は混むからって言われて、あ、そうなんだ。え、3月混むんだ。あ、なんかあれだもんね、新学期とかだもんね、春休みか。それは混むわ。卒業式、あー、なるほどね、確かに卒業式もあるわ。今度は何色にするね。ーどうしよっかな。お楽しみにですね。お、8時半をありがとうございます。レッスンでいける、いけるかな、どうだろうねって感じ。レッスンの合間に行けたらね一番いいけど。家のいいともで髪切りま…え、そうなの。やば、いいじゃん、あそこいいらしいよ。わかんないけど、急にだけど、あやねちゃんって24に見えないよね。 JK でもいけると思う。ありがとうございます。なんか急にじゃないんだよねそれ。急にじゃない、なんか割と前から言われてるから、なんかありがとうございますって感じです。テンプレ、そう、テンプレ。テンプレ、テンプレ、そう。なんかお散歩したいなって思うんだけどさ、なんか寒すぎてもう外に出る気になれないよね。そう、うん、いやもう
そう、あ、ちょっと外出て歩きたいなって思っても、なんかもう寒いからいいやと思って、そう歩かないくなっちゃった。寒いよ本当に。久々にアリちゃんのショールームリアムタイムで見た。お、そうなのね。どうもリアルです、リアルタイムです。歩けば暖かくなる。あー確かに、あーそうだね、確かにそうだ。でも出るまでがね大変だよね。亀の散歩、亀はもう散歩してない、亀の散歩はしてない、お家におとなしくいる。こんばんは、こんばんは。最近友達とあれちゃんのお話し会したいのに、もう今回ないんだよねって話。そうなんだよね。うん。そうなんだよ。もう公演日が舞台とかぶん、舞台の公演日とお話し会がかぶってるのか分からんけど、そうないんだよね。2月がかぶってたかな。そう。ね。だからね、お話し会ちょっと寂しかったもんね。寂しいわ。おととい、おとといの昨日。そう。ね、また2月もやりたかったけどね、お話し会。まあということで2月は愛媛にいるので、皆さんも愛媛にぜひ来てください。はい。うん、そう、お話し会したいな、でもお話し会ないなって人は舞台を見に行けばいいと思います。パチパチ。舞台って上映時間どれくらい、どれくらいだろう、2時間ぐらいかな。イエーイ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。高松の友達も誘ってみようかな。あ、いいじゃん、高松からね、いいじゃないですか。お待ちしてます。舞台チケット今からでも取れる。え、めちゃくちゃ取れるよ。全然取れる。前日でも取れると思う。高松から愛媛遠いの。あ、そうなんだ。四国、同じ四国でも遠いんだね。あれかな、秩父から千葉行くみたいなもんかな。同じ隣の県でも。
飛行機取る、おぜひ、やった。そうみんな飛行機も取らなきゃいけないから、そうだよね、なかなか行きづらいよね。そうね、じゃあみんな愛媛なんか旅行気分、旅行気分も旅行も兼ねてぜひ見に来てくれるといいなと思います。そこそこするよね飛行機。あ、そうなの。え、めっちゃ安いって言ってた、スターマネージャーさんが。なんか成田のジェットスターから行ったらめっちゃ安いって言ってたよ。そうそう。松山とか遊びに行った。あ、一回行きました、松山城行ったよ。松山城楽しかったなんか良かった、めっちゃ松山城。松山城作った人天才だねって。そう、こんばんは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 。こうなったら愛媛に行くしかねえな。そうだよ、そう、行くしかねえな。おいでおいで。 AKB カレンダー2月あやねちゃんになってます。え、え、なんじゃそりゃ。ありがとうございます。なんのカレンダーかわかんないけど、ありがとうございます。確かに仕事で参加できなかった。ええー、そうなんだ、残念。もうないね、お兄さん月。うん。ニオンと同学年、前から知ってた。え、知ってるよ、ずっと知ってるよ。同い年だよ、みおんさんと私は。セリカが髪の毛を染めた。うん。言ってた、今日。これから髪染めに行くねんって言った。あ、そうなんだ、いってらっしゃいって言って、うん。イヤリングカラーになってた。そう、インナーイヤリングカラーするって言ってた。ピンク、ピンク。イヤリングから初めて聞いた。そう、でも私もしてた、ちょっと前に、去年一昨年ぐらいにイヤリングからしてた。自分は今日マリアちゃんの舞台見てきた。そうね、マリアの舞台見に行きたいのに。いや、リハがもう、マリアの舞台っていつもリハと被ってる気がする。なんかマリアの舞台を見に行かせないスケジュールになってんのかな。DVD 出るしよ。 DVD はさ、そりゃ出るかもしんないけどさ、生で見たいじゃん。そう、しかも結構ね、なんか世界観好き、そう私ってマリアが言ってた。マリアが、あやねちゃん絶対好きそうなよ世界観って言ってて、ね、そうだよね、絶対見に行きたいんだけどって。そしたらね、見事にリハでした。そう、なんかマリアの美女がめっちゃ良かった。そう、なんか自分では似合わなくないって言ってたけど、なんか、え、めっちゃ可愛いよって思う。
っちゃ可愛いよね。いろんな舞台にエイト出てる。そうだね、舞台多いね、エイトも。うん、でも舞台最近世間的に多いのかなって思ってきた。舞台まつげエクステ、あ、すごい久々に言われた、それチゲです。私もゆいさんとマリアさんの舞台を見たので、あゆねさんの舞台を見ないとなんとかが下ります。うん、そうですね、私のも見ないと、そうですね、何かが下るんですかね。天罰、天罰、やば。厳しめ。よいしょ、さくらんぼ、さくらんぼ、さくらんぼ、かわいいさくらんぼ、でかっ、でかさくらんぼ。キルシー、そうキルシーだよ、キルシーかわいい。そう、買っちゃった、キルシー可愛くて。青の色の違うとこある。あ、これさ、歯磨き粉こぼしてさ、そう、朝なんか、でも今日洗濯すれば落ちるかなと思ってるんだけど、そう、さくらんぼ大福食べたい。え、さくらんぼ大福なんてあるの？こんばんは、こんばんは。歯磨き粉こぼしがち？いや、そんなことない、歯磨き粉そんな頻繁にこぼしてないですよ、全然こぼしてない。よいしょ。
くらんぼ収穫量1位の山形県うるす。え、さくらんぼ狩り行ってた小学生の時、山形に旅行で。さくらんぼ狩りめっちゃ好きだった。さくらんぼ大好きです。おいし、いや、そろそろ終わりにしようかなと思いますよ。サンタ狩り、サンタ狩りって何。ランキング読みます。13位ショートさん、12位ダイヤマさん、11位ゆうた、あやねちゃんのことが大好きですさん、10位ほりちゃん、あやねたん推しさん、お、9位 YS73 さん、8位お父さん埼玉さん、7位やすさん、6位やすべーさん、5位くまくまちゃん、3位4位のりーさん、3位ひげだんさん、2位夏目あやね大福さん、1位スイカあやねまい